こんにちは。こんにちは。今日はこのマッドロックの、まあもう昔からある名作なんですけど、シャークっていうのをちょっと紹介していきたいと思います。お願いします。はい、じゃあまずはこのシャーク、まあ何で有名かっていうと、まずはやっぱ最近やとロヒケイタが愛用してるってことでも有名で、はい、まあ、海外やと有名なクライマーやとヤンホイヤーとかが結構使ってるシューズで、昔からマッドロックのこう人気ナンバーワンシューズであったんですよ、はい、でそれがまあ何年か前にシャーク 2.0 って言って、少しこうマイナーチェンジより少しこうアップデートされた感じで、このシャークの名作がまあ少し履きやすくなってリニューアルされたのがこのシャーク 2.0 になるんです。はい、はい、でまあこいつは昔からマッドロックって結構特徴的な作りしてて、このちょっと裏側見てほしいんですけど、まずつま先のこのアーチフレックスって言うんですけど、ダウントゥーをねすごいキープしてくれる、ちょっとこうくぼんでるような、そうなんです、このアングルから見ると分かりやすい。でこういうふうにこのシャンクがこう入ってあって、真ん中がへこんでるんですね、はいはいはい、でこれによってまあすごいすごい後半までその最初から最後までそのダウントゥーの力を伝えてくれるっていうのが結構特徴的なつま先の作りになってて、確かになかなか他のメーカーにはないそうですね。ですね。またこのトゥーのラバーの粘りもすごいので、まあシャーク自体はそのマッドロックの中でも結構ねこの剛性はあるんですけど、うん、まあ土師くんはコンペでも履いてある通り、この全体的にはこの柔らかさはあるんですよ。はいはい、でつま先は結構硬くてダウントゥーは強く維持してくれるんですけど、シューズ自体が柔軟なんで、うん、まあインドア、ジム関係なく使えるこう万能型のシューズかなと思います、はい、で昔、そのシャークの1回前のモデルなんですけど、履かせてもらった時にヒールがえぐいほど効いた思い出であって、うん、でまあこのシャーク 2.0 でもそのヒールは今も継承されてて、このなんて言ってもエッジがある、ヒールにエッジがあるんですよ、うん、これがちょっとこうマッドロックのすごい特徴かなと思います。そうですね、エッジに引っ掛けるっていうことがすごいやりやすくなるんで、まあホールドによってはちょっとずるいんじゃないかっていうぐらいかかるヒールがこのマッドロックの特徴になりますね、はいはい、うん、やはりこのシューズ自体はすごい万能型のシューズなんで、まあつま先よし、ヒールよし、でトゥーよしっていう、まあ、何でもできるオールラウンドの一足が欲しいって人にはすごいおすすめだと思います。なるほど。まあなんといってもマッドロックはまだ今季限りだとすごい値段が安いんですよ、うん、でこのシューズなんと 17,600円っていう、まあ今やとかなり破格の、そうですね、うん、値段設定になってるんで、うん、まあマッドロック履いたことないなとかちょっと気になってるっていう方は、うん、まあ来季上がる前に買うのがおすすめかなと思います。あーなるほど、うん、でまあ上がったとしても2万円以下だったと思うんですけど、はいはい、まあ、今やと1万7600円なんで、うん、店頭に来てもらうとね、今やと12月からペイペイ 25% オフと、はい、まあ財源が終わるまでシガ割っていうのも使えるんで、はい、はい、ぜひ両方駆使するともっと安くなっちゃうっていうスーパーお得シューズ、かなりお得ですね。かなりお得です、はい、なのでまあちょっと気になる方は試し履きとかでもいいんで、もしよければ店頭に足を運んでみてもらってもいいし、はい、まあ、このシューズも買いたいっていう人やったらもうオンラインでも買えるようになってるんで、はいはい、ぜひチェックしてみてください。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。シャークシャークシャーク